じゃあようちゃん行きましょうか、はい、音楽業界が変わっていく中でお二人があえてやらなくなった仕事業務や習慣があれば理由も合わせて教えてください。はい、まあ辞めた仕事っていうのは基本的に自分がやらなくていい仕事は全部辞めてるね。もうひたすら自分でないと絶対に生み出せない価値っていうのが、その仕事の中に見出せない仕事っていうのは基本的にはもう全部やってません。うん、なので、例えば、なんていうんだろうな、その自分の音楽性とか、自分のその、要は、稲毛だからこそ作れる音楽、うん、っていうものを求めてきてくれるお客さんのお仕事は当然もう精神的に対応しているけども、じゃあそうじゃないお仕事っていうのは、自分がやるべきなのか、それとも自分ではない人に振った方がお客さんは喜んでくるのか、あるいはどちらでも喜んでくるのかっていうふうな話になった時に、自分じゃなくてもいいのであればむしろ他の人にお任せした方がいいじゃないですか。その人たちのチャンスにもなるし、でそのなんていうんだろう、その人たちのチャンスにもなるし、自分としては自分にしか生み出せない価値に時間を使うことができるので、だからそういう仕事っていうのはなるべく自分ではやらないっていうふうにしてますね今。まあやっぱ一緒だよね、うん、究極的には自分じゃないといけないことしかやらないっていうのは多分理想で、うん、多分これそのクリエイターとプレイヤーの違いかもしれないけど、うんうん、プレイヤーの方がどっちかといえば誰でもいい感はあると思う。うん、はい、確かにそれ分かります。みんなめっちゃうなずいてる。そう、ね、多分そう仕事 の、はいはいはい、質というか、うん、質じゃないな、その仕事の、内容とか、うん、世の中にある仕事の内容として、うん、そのクリエイターに求められるオリジナリティよりもその低いと思うんですよ。やっぱりその演奏する場所がやっぱ多いけど、うん、でもじゃあその人じゃないといけない現場っていうのはどれぐらいあるかって結構少ないと思うのね、うんうん、これは別に決して俺バカにするわけじゃないんだけど、うん、そのやっぱり例えば BGM を演奏する仕事とかっていうのが世の中にあるわけで、それはそれで大切な仕事なんだけど、じゃあそれってその人じゃないといけないのかっていうと、うん、まあそうでもないわけだよね、うん、そこに何かしらの生演奏の BGM は必要だけども、でもその人じゃないといけないっていう理由はまあ少ないと思う、うんうん、だからそういうのをじゃあ自分じゃないといけないかどうかっていうのをジャッジするっていうのは必要ね、うん、で自分じゃない、それでも自分じゃないといけないと思ったら俺やるし、うんうん、であとは自分じゃないといけないこともなくても、うん、ただ単純にやりたいと思ったらやるし、うんうんうん、そこ重要だよね。そうそう、あとね、その自分じゃないとでちゃ、ごめんな、言いにくいな、自分じゃなくてもいいことが他の人じゃないといけないこともあるわけで、うんうん、俺は別にやりたくないけど、うん、ある別の人はすごいやりたい仕事っていうのを俺が取ってしまってる可能性があるわけで、うんうん、俺がやりたくないことっていうの、うん、だったらそれはそのさっきのケンちゃんみたいに、うん、その人にやらせてあげた方が絶対いいと思う、うんうん、っていうのを感じてるから、そういう意味で手放していくっていうのはあるかな、うんうん、もっとやりたがってる人、その多分クオリティとかじゃなくて、うん、もっとやる気の問題、うん、どっちが上手い下手っていうよりも絶対そのやりたいんですって言ってる人の方がどうぞどうぞって上げてあげる方が、うん、多分業界的に元気になっていくんじゃないかなって気がする、うんうん、そのだから例えばターナーの中で、うん、じゃあそこの線引きってどう思ってる？線引き、うん、どっからはこう、なんかこうやる、どっからはやらないみたいな。そうね、これね、まあ、ものすごいこう現実的な話をするとね、うん、やっぱギャラだよね、うん、でかいね、うん、そこはギャラが、その要は低い仕事っていうのは、うん、じゃあそれ俺じゃなくてもいいんじゃない、うん、になる可能性はすごい高いでしょう、うん、で、じゃあ自分が例えばじゃあ断ったとして、うん、それがそのやむを得ない事情でね、例えばもうすでに他に予定が入っているとか、うん、っていう事情で断った場合に、うん、じゃあ先方が、あ、じゃあ他のベーシストの人に声かけますよっていう風になりやすいね、うん、ギャラが安かったら、ね、そうだね、うん、他にも引き受ける人たくさんいるから、うん、そしたらなんかじゃあ最初からそれって俺じゃなくてもいいんじゃないっていう風には思う、うん、それはめちゃめちゃ同感ですね、うん、
結局そのギャラによって自分の中で絶対この金額で受けるっていうラインがあって、でそこをまあ提示するじゃないですか。で提示した時にそれじゃ高いから他の人が当たりますっていう仕事は、つまりは自分がやらなくていい仕事ってことになるよね。その値段の高いか低いかっていうことでお客さんがジャッジしてるってことだから、お客さんっていうのはクライアントって、そうそうそう、うん、でお客さんにとってはそのなんていうかな、そのギャラが高くてもっていうか、その制作費っていうものがそこそこかかってでもやっぱりその人にお願いしたいっていう仕事なのか、それとも、そうじゃなくてこのぐらいの金額、このぐらいの予算内に収まるのであれば、で一定数、一定のそのクオリティ、その求めている水準っていうものを達成してくれるクリエイターさんであれば別に OK と思ってるのか、それで全然違ってきて、やっぱギャラっていうのは分かりやすいそこのパラメータにはなってくるかなという感じはしますね。で自分のそのやるやらないっていうところのその基準を一つ、ギャラという分かりやすい形でちゃんと持っておくっていうことがすごく重要になってくる、ただでもやりたいっていう人はいっぱいいるわけで、特にクリエイターなんて多いですよ。それはいい意味で、悪い意味で悪い意味で、これはもう解釈だから、で僕はだからただでもやりたいって、言うのはどうなのかなと思うけど、若かりし頃の自分の気持ちを考えたら、少しでも実績になるんだったらもうただでも やりたいみたいな感じで思うことはあったわけですよね。その機会そのものが嬉しいからね、だけど結局ただで仕事をしたところでそれは実績にはほぼならなくて、ただその名前に乗っかったところであんまり意味ない、お客さんがちゃんと求めてくれて、ちゃんとした叱るべきギャラを払ってくれて、それに対してちゃんと答えたっていう、その関係性があるからこそ一つの実績、信頼になっていくと思うけど、それがただでやってたまたまクレジットに名前が載ったってことにほとんど意味はないかなって感じますね。その演奏面、ミュージシャンとしての目線で考えると、その、ギャラっていうのは確かに大きい要素だなと思ったんですけど、ギャラもクリアできた上で、じゃあやりたくない仕事は他に振るとか、やりたいことはやるとか、なんかやりたいやりたくないに最終的になるのかなっていう感じですか。でもね、今一瞬いやそれは違うって言おうと思ったけど、よく考えたらそうかもね、最終的にはね。どう？本当に究極系を言うと、別にただでもやってもいいやって思う仕事しかやりたくない、逆に言うとね、っていうものを正当な対価でその受けてやるっていうのが一番理想的な状態かなって、技術者としてはね、あくまで、そうね、じゃあやりたい仕事でもギャラが安い仕事と、やりたくないけどギャラがいい、めっちゃいい仕事が同じ日にスケジューリングされたらどっち取るの？いやそれはもう振ります。結局ギャラが良くてやりたくない仕事っていうのはもううちのスタッフに振ることによって全然そこは会社としては売り上げになる。会社持ってる強みなんで。そうそうそう、それがだからスタッフの中でやりたい人がいればの話だけど、自分もやりたくないです、自分もやりたくないですみたいな話になったら、でも逆に今自分はサロン立ち上げて、サロンメンバーの中でそういうのやりたいっていう人もいると思うから、だからそういったところでね、ちゃんと守秘義務とかその辺の契約がきちっとできていれば、じゃあ、例えばね、リュウちゃんお願いねとかそういうこともできるし、そういった働き方、その人、自分がやりたくなくてもやりたい人っていうのは他にいるから、そういう人の力を借りていくっていうことができるかな。でも俺個人レベルだと結構ね難しいんだよ、それ、自分一人だもんね。そう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 、そしたら結構悩むと思う、ギャグで、でも悩むね、でもやりたくない、でもやりたくない、そうね、突き止めるとやりたくないことってないんかもしんないんだよね、またちょっと違う話になるけど音楽やってたらそれでいいもんな俺って思っちゃうからさ、
だから結局もし自分が今立てた2つの仮説だったら、うん、じゃあ俺ギャラがいい方が結局求められてるってことだから、うん、それは自分にとってすごい嬉しいことだから聞いてそっち通るかな、うんうんうん、そういう考え方もあるよね、うん、究極的には価値観だと思うんですよ。そうだね、うん、自分のそのミッション、自分が目指す先の未来っていうところに対してそこにたどり着けるような仕事を優先すべきであって、でそうじゃない仕事っていうのは僕は絶対やんないですね、ほとんど。絶対って言っちゃう、ちょっとごめん、語弊があったかもしれない優先度低いと、うん、ほとんど多分やらないと思います。でやっぱりこう革新に挑戦するっていうところが僕の中ですごく大きいので、価値観としては。ただ革新に挑戦できる、その自分が革新っていうものに挑んでいけるのに一番やっぱりその仕事をやるっていうことが効果的だなと思えばやるし、っていう価値観ってすごく重要なんじゃないかな。やっぱ自分が何を大事にしているか、だって何かをやってる時って何かをやってない時じゃないですか、当たり前の話だけど。でその何かやってる時に別なことをしたら世の中を革新するこのスピードっていうのが速くなるわけでしょ、単純にダラダラしてなきゃ。だからどうせ時間使うんだったらどっちに使うって天秤にかけた時に、まあ、自分の価値観に合致してる方を選ぶっていう感覚に近いですかね、うん、最近は特にそういうふうに思うようになってきましたね、ここ 1,2 年。大丈夫、もうちなみに習慣はありますか。習慣、やらなくなった習慣、逆にこれに変え、こうやってた、例えば本読んでたものを本読むのやめて何かに変えたとか、練習をやめて別のイメージトレーニングに変えたとか、ね、そういったもの、やめた習慣というか、自分でやらなくていい業務っていうのはもうただひたすらミサキに任せるっていうようにはなりましたね、要は自分じゃないと本当にできないのかっていうことを考えたときに、それはミサキにお願いしても大丈夫だよねっていうことは当然任せるようになったけど、あとやめた習慣って言ったら夜仕事しないことですかね、この家って自宅で仕事してた時っていうのは基本的にいつまでたっても仕事できるわけじゃない。でもスタジオができてからは基本8時には帰るっていうふうに自分の中で決めているんですよ。だからそういうふうなことが可能になるような働き方はどうしたらいいかっていうことを、まあ、考えているかな。それがだからなんて言うんだろう、これからの時代のためにそのなんかやめた習慣っていうよりも、なんかミュージシャンってってか特に作家ってなんかやっぱこう毎晩徹夜して大量に仕事をこなしてみたいなのが当たり前じゃないですか、普通に考えて、で僕そういうの嫌なんですよね。だってそんなの散々やってきたから、言うたら別にね2週間会社で泊まったりとかこれいいのかねっていいですよいうことだってあったわけだし、で昔ね、昔ね、大昔、ここじゃなくてっていうこともあったわけだし、言うたら本当にフリーランス時代もう会社上げてしばらく立ち上げてしばらく一人でやってた時もそうだし、朝から晩まで、場合によってはもう本当にね夜中までとか徹夜してとか仕事することって多かったわけだけど、でもそれが当たり前っていうのは僕はなんかおかしいと思ってたんですよね。なんかそういうふうにしないと作家として生きていけないってなると、今自分にしか絶対にできないことってあるわけで、自分にしか絶対にできないことって別に仕事だけに関係ないと思うんですよ。そのプライベートなことで、例えば身内が亡くなりましたって言った時、その葬儀に駆けつけるって自分にしかできないでしょ。他の人代わりに行ってきてって絶対できないんですよ、ね、じゃあちょっともうおじさん亡くなったから美咲ちょっと葬式行ってきて、そんなことないでしょ絶対。で本当に自分がやらなきゃいけないことっていうのは何かって考えたら、プライベートなことって結構あるんだよね。例えばね、今後ろにマリちゃんいるけど奥さんと一緒に過ごすことって僕じゃないとできないんですよ。
これはミサキには絶対変わってもらえないし。ミサキでもいいって言われたら逆に嫌だ。ねえ、そういうことじゃないですか。で、仕事プライベート関係なく自分の人生なわけだから、本当に自分にしかできないことって何っていう話を考えたときに、じゃあ、ちゃんと家族の時間を取るっていうこともまた一つ大事だなと思うから、なるべく夜は帰って、まあ、家族で過ごすっていう時間を取るようになったとかね、っていうことは僕結構意識しているっていうか、自分がそうしたいなって思ってるからそうしてますね。その習慣っていう意味だと、そのやらなくなった習慣っていうよりも、やっぱ俺はその気にしてる習慣、うん、プラスの方になっちゃうんだけど、やっぱね、自分の体のことを気にするようになったの。年なのかな。ミュージシャン関係ないかもしれないけど、年なのか分かんないけど、でも、いや、ちょっと前まではその自分の体の、まあ、健康だよね、健康のことを考えるのは、自分のためだと。ね、思ってたわけで、俺はそのプロフェッショナルなのプロフェッショナルなのはそのパフォーマンスがね、100% 出せる状態でいるのがそのプロの最低条件だと俺は思ってるから、だから自分のコンディションを 100% 保っておくっていうのはもう仕事のうちだと思ってるのね。なんかそういう意味で健康に気を使うっていうのは、まあ、ずっとやってきたんだけど、ここ1年とか2年ぐらいでちょっと変わってきて、でそれがどう変わったかっていうと、なんかやっぱこれからそのミュージシャンの働き方が変わってくるじゃない、うん、そうするとやっぱどんどんこれから俺がこの世の中に影響を与えていきたいわけだ、うん、そうすると俺自身が元気であるかどうかっていうのが、うん、その世界の在り方に関わってくるんじゃないかっていう気がするわけ、うんうんうん、だからその社会のため世界のために俺が健康でないといけないというふうに思うようになってきた。すごい大げさだけどね、うんうん、でも多分みんなそうなんじゃないかなって思う。いやでもそうだと思う、本当に、うん、みんなそういう風に自分の体のことを大切にしてくれたら、うん、世の中良くなると思うよ、うん、なんかごめん変なところに着地してでもまさしくそうですよね、うん、って言いながら酒飲んでるけどね、うん、では次はおい、ね、おりゅうちゃん、今の話を聞いてて思ったことで、自分じゃないとできないこと、その今ケンちゃんが話したこと、うん、そのプライベートのこととかで、うん、例えばそのお葬式の話とかで自分しかできないことっていうのは割とイメージがつくんだけど、うん、なんか仕事とかで自分でなければいけないことってどんなことだろうっていうのが結構そこを最近考えてることで、うん、その川田さんじゃないとできないこと、ケンちゃんじゃないとできないことって、うん、そういう仕事の場ではなんか例えばどういうものなんだろうなっていうのが気になりました、うん、結構明確に持ってて、僕はもう本当にターナじゃないけど、その世界を変える気概でいつも仕事をしているんですよ。で、自分がその仕事をやった暁に世界が変わるかどうかっていうところをすごく大事にしてて、だからそこに世界が良い変革を遂げることに対して良い影響を及ぼす度合いが高いものだけをやるっていうふうに決めていることと、あともう一つの基準としては、本当に自分の音楽を求めてきてくれているかどうかで、今は自分の音楽を求めてきてくれているかどうかのジャッジで、今回っていうかね、本当にここ最近一番嬉しいことがあって、曲のとある、大きなゲームのそのお仕事の時にですね、参考曲がサムライミュージシャンズだったんですよ。これって まさに自分の音楽を求めてくれてるわけじゃないですか。もうサムライミュージシャンズが好きで、サムライミュージシャンズの曲にまあ感銘を受けてとか気に入ってくれて、そんな感じの音楽が欲しいんですって言って自分に振ってくれたお仕事で、これ以上ない喜びなんですよね、作家としては。だからそういうお仕事はまあギャラ云々じゃなくてもめちゃめちゃ喜んでやりますよね。でも逆に言うと、もう本当にめちゃめちゃこう決まりきった参考曲があって、もう本当にこれに超似せてくださいみたいなやつとかだったら別に自分じゃなくてもいいよね、うん、多分他にもね、うまいこと似せれる人がいると思う。そこはやっぱり大きな基準ですよね。
自分を強く求めてくれてるってことと、うん、あとはその自分の価値観に、うん、がすごい強く満たせそうなものがやっぱメインで考えてる感じ、うんうん、でもその今のりゅうちゃんの質問で、うん、なんだろうな、今のそのそれに対するけんちゃんの質問は、うん、クライアントワークの話をしてるように俺には聞こえたんだけど、多分今日の趣旨のミュージシャン 2.0 って、うん、多分ね、クライアントワークに頼らないそうだねこの仕事の仕方になっていくから、うん、そこで答えるのってちょっとずれてるかなって気がする、うん、だから、そうだね、うん、よりそのね、求められるっていうのはまあクライアントから求められるか、あるいはユーザーから求められるかの違いはあるけど、うん、よりその自分が現場を作っていく方の立場で考えた方がいいんじゃないかな、うん、今日の趣旨としては、うんうん、今日の趣旨としてはそれがそうですね、多分ゆっくりだね、なんかりゅうちゃんの質問だからなんとなくそっちの方面で答えちゃったところあるけど、そうそう、だから多分りゅうちゃんだけじゃなくて今後もね、皆さんの質問の中で今みたいな質問出てくるかもしれないけど、うん、多分クライアントワークに対することっていうのはあまりここで話しても意味がないかもしれない、もしかしたら、うんうんうん、2.0 的には、ね、2.0 的には、うん、クライアントワークをするっていうのはこれ我々が考えるところで言うと 1.0 的な、わざわざ 2.0 にアップデートさせているのは、いかにしてその自分というものをそのに価値をつけて、うん、自分というものを一つの、まあ、なんていうのブランドにしていくっていうような働き方ですよね、うん、技術力、そういう意味でもりゅうちゃんの今の質問って同じ質問になる、クライアントワークっていうことをそもそもやらないですね。さっきまでの話は何だったごめん、今のりゅうちゃんの、今は多分りゅうちゃんが一番やりたいところっていうところに回答してしまった感じがしたので。はいはいはい、ね、要は、究極的に言うと人のために音楽を作る働き方っていうのは、すべてなんか 1.0 的だと思うんですよ。で、人のためにっていうかね、その俺はその一つのこのミュージシャン 2.0 の対談っていうところにその来るにあたって、じゃあミュージシャン 2.0 って何なんだろうってすげえ考えた時に、これはちょっとまあある一つのまあベクトルの見方として、ある種音楽っていうもので直接的に収入を得ていないというか、音楽の技術を提供する、音楽を教える、音楽で表現するっていう、そのいうもの以外のところにキャッシュポイントを持ってるっていうかね、別なところに、なんか価値を生み出しているミュージシャンの働き方こそが、まあ、2.0 的だなと思うんですよ。握手券とか、握手券とかでもまあある種ね、見方を変えればあれファンビジネスじゃないですか、うん、だからファンメイクした暁にある一つのキャッシュポイントでしょ。だからそういうふうに思うと、逆に言うと音楽を売ってなくていいと思うんですよね、うんうん、音楽を売ってなくてよくて、そうだな、やるべき仕事っていうのは自分のことを好きになってくれる仕事、自分の音楽っていうのは自分の中の一部でしかなくて、自分稲毛健介だったら稲毛健介っていうそのもののファンになってくれるような仕事っていうところにめちゃめちゃ今時間を使っていますね。その結果として絶対、だって僕いい曲書くから、めっちゃかっこいいやつ作るんですよ。だから売れるのね、絶対にファンになってくれてたら。だからそういうところでね、やっぱ自分のファンを作るっていうことを最優先でやってますかね。自分のファンっていうか、これからみんな個々人がファンを作って、そのファンたちに対して、ファンって本当に何でも喜んでくれるって言ったらおかしいけど、応援の気持ちでいろんなお金を払ってくれるんですよね。で、別にこっちもお金払ってくださいって言わなくたって払ってくれるんですよ、もちろん。で、それぐらい好きになってくれるファンに囲まれて生きていけるってすごく幸せじゃないですか。で、どうやったらそういうふうにファンに喜んでもらえる、ファンに愛してもらえるかっていうところを今重点的に、それに向けた取り組みを優先してやってるっていう感じだ。そうだね、多分そのミュージシャン 2.0 的に、うん、
あの自分にしかできないこと、うん、その自分じゃなくてもいいこと、うん、とかって分けるのって多分ね、クライアントワークやってる時より簡単だと思うんだよね、うんうん、なぜかっていうと、そのスキルに頼らないんだよ、うんうん、そうだね、うん、このクライアントワークの時ってどうしてもそのまあある程度弾けることが前提になってくるわけなんだけど、うんうん、でもそのファンメイクって、うん、そのスキルに頼らなくてもファンメイクできるんだよね、うんうん、あのその人がどういう人であるかでファンになるから、うんうん、全然俺よりもね、こうベースが上手くない人でも俺よりもファンがたくさんいる人って多分すっげえいると思うんだけど、ね、だからそういうことだと思う、うんうん、あの上手かったら絶対ファンが多いかってそういうことじゃないし、うんうん、今後は多分それがもっと顕著になっていくんじゃないかな、うんうんうん、だから自分にそういう意味で自分に何ができるのかっていうのを自分自身で一番よく知っておく必要があって、うん、でそこはそのスキルにまだまだ頼っているようだと、うん、見方を変えた方がよくて、うん、その自分より上手い人っていうのはもう死ぬほどいるから、うん、上を見たらキリがないわけ、うん、でもじゃあその人たちになくて自分が持っているものは何なのかっていうのを見つけていく必要があるんだけど、うん、でもそんなんさ自分で一人で考えてても分かんないわけよ、うん、やっぱりね。だから今ある SNS とかを使って、うん、みんなと実際にこの交流をすることで自分でも知らなかった自分っていうのを見つけていくわけ、うん、でそうするとあなんか俺ってそういう風にここの立ち位置が求められてるんだな、うん、俺っていうのが自然に出てくるの、うんうん、でそれはスキルによらないところでね、うん、あなんかみんなにこうワイワイって押されてたくさんのこう人がまり中に行ったらなんか あそこがどうやら俺の立ち位置らしいみたいな、うん、なんか収まるとこが多分あると思うんだよ、うん、そういうのを一人で考えてても分かんないからそのやり取りしていくうちに多分そこに自然に流れ着くのかな、うんうんうん、それはすごい流動的なもんだと思うし、うんうん、そうだよね、うん、でそんな中で何かのその自分にしかできないことの何かのリーダーになるっていうのが望ましいんじゃないかな、うんうん、これなら自分は誰にも負けないというのが、うん、求められているもの音楽的スキルじゃないところで求められているものと、うん、あとは自分がそのやりたい心の底からやりたいっていうところが合致するところっていうのをなんかもう、ね例えばあのジョジョ好きなミュージシャンは俺以上にはいねえぜっていうのがなんかそのリーダーになれるかもしれないしもしかしたらね、分かんないけど、うん、そういうことなのかなって、うん、でもまさにそう、本当そうでなんか自分にしか出せない価値って別に音楽だけじゃないと思ってて、本当にそのジョジョ好きだったら絶対負けないベーシストしね、うん、そうで例えば言うたら僕そのいろんな発信を続けていく中で多分一番そのみんなが楽しんでくれたというかすごい期待してくれたし楽しんでくれた企画がですね iPad を持ってあの旅行しながら曲作るっていう iPad ノマド制作旅っていう企画、あれがみんなすごい楽しんでくれたんですよ。でそれって別に技術あるなしじゃないじゃん、結局なんか本当に単純に面白そうとかなんかそういうの見てみたいと、プロの人がわざわざそんなことやるのなんてね、あの企画として見てみたいっていう側面もあるし、それが例えば他の人がやったらじゃあ同じように見てみたかったかってそうじゃないと思うんですよね。僕がいろんな発信をしていく中でなんか自分がなんでわざわざ iPad でノマドするのかっていうその思いとかもちゃんと理解してくれてるからこそそこに行き着いたその僕の企画っていうのを面白がってくれるんだと思うし、でそれって僕がなんかあの技術力が高いとか低いとか全然関係ないじゃないですか。だからね、なんか本当にそういう時代になっていくなっていうふうに思う。その人だからこそできることっていうのが絶対あるよね、うん、だそういうことにやっぱ時間を使っていく、うん、よりだから音楽っていうことにまあ特化して考えるのでやっぱ表現活動、うん、やっぱ技術職、まあ、教育職とかはねある種その人でなければ出せないそのなんかまあオリジナリティみたいなの盛り込みやすいかもしれない。うん、どちらかというと作るっていうことになってきたらもう表現活動、うんうん、っ
ていうところにいかにその時間を割くかっていうことを僕は割とこれから頑張っていきたいなっていうところで思います。要するに今までミュージシャンがお金を稼ぐっていうのはこう演奏なり曲の提供なりでこう技術の提供に対してお金が払われるこういうやり方だと思うんですね。それがその 2.0 っていうのはもう全くその矢印が変わるよっていうことだと思うんですね。お金の流れというか向きというかそういうところでちょっとお金に関してちょっと質問したいんですけど、いや、あの 2.0 になるからって、はい、お金の流れが逆になるとは、俺は逆っていうか、変わるというか、要は技術提供が今までは、クライアント、はい、いわゆるクライアントワークって言われてる、うん、そのオファーがあって、で、それに対して技術を提供してギャラもらいますっていうのが、クライアント挟まずに、はい、ユーザーとの直接のやり取りになっていくっていうのが 2.0 かなと俺は思ってて、だからお金の流れは変わってないんだけど、どう言ったんだろう、だからでも今までもクライアントっていうのはそういう仲介役だったわけだね。要はユーザー、一般ユーザーのニーズを汲み取って、あ、どうやら社会はこういう曲を必要としているらしいっていうのをなんか作って、あ、じゃあその曲書ける人とかこの曲弾ける人っていうのを仲介してたわけだよね、はい、っていうのがなくなるだけなんじゃないかなっていう気はする。直接のやり取り、そう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 、今までそのいわゆるメジャーとかのそのなんかお金の流れっていうのはもう何層にも分かれてたわけだよね。ミュージシャンから一般のリスナーまで、ね、その間にその、事務所とかさ、プロダクションとかそのレコード会社とか、スタジオとかさ、そういうのがすごいたくさんいろいろあってやっとリスナーになって、でも結局その音楽にお金を払ってるのはリスナーの人なわけ、直接的には。その人たちがお金を払ってるのをどん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 そのみんなそう間で取っていって、でまあミュージシャンが最後にもらうみたいな感じなわけじゃん。まあその順番はね前後するけど、回収の順番は前後するけど先に払っとくっていうのはあると思うんだけど、でもそれが間がなくなって、要はそのダイレクト課金になるわけだよね。リスナーからのダイレクト課金になるのが 2.0 だと俺は思ってる、ってことだよね。うん、そういう側面もあるね、うん、って感じだね。で、うん、ね、B2C 的な、今まででの概念で言ったら B2C 的なものになっていくっていうのは確かにまさにそうだ、ね、エンドユーザーの人たちっていうのをどれだけ見れてるかってすごくやっぱ重要になってくる、うんうん、お金の流れで言うと、でまさしく本当に今ターナーが言ってくれたところで、自分が本当に考えていることとしては、技術提供そのもののお仕事がどん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 なくなっていくと思うんですよ、うん、いやプレイヤーさんは分かんないよ。プレイヤーさんはもう本当にその人の音楽性っていうかね、その、生じゃないとできないことっていっぱいあると思うからあれなんだけど、クリエイト、その要は楽曲を作ってくださいって依頼を受けて答えるっていうところに関して言うと、どん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 例えば AI であったりとか、その、まあ、フリー素材であったりとかで対応していける仕事っていうのがどん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 増えてきて、案件の数がそもそも減ってくると思うんですよ。で、だけどじゃあそういった仕事がなくなるかっていうとそんなことなくて、本当に二極化が激しくなる、このもう本当に AI とかフリー素材とかでもいい仕事なのか、あとはもう超プレミアムな、もう本当にもう超有名な作曲家さんにだからこそ、そう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 、うん、そういうものかっていうか二極化されていくと思っていて、でここに食い込んでいける人ならばまだしも、でもほとんどの人が仕事をなくしていくわけだよね。でほとんどの人が仕事をなくしていくんだけど、じゃあそれはいいのか悪いのかっていうと、別に俺は良くも悪くも別にないと思ってニュートラルに考えていて、そもそも、じゃあここにの仕事をしていく人たちがどういう人たちかっていうと、もう昭和の時代からある程度地位を築いた人たちがほとんどだと思うんですよ。あるいは、まあ、平成になって割と30代の作家さんとかがだいぶ活躍するようになってきて、でそういう人たちでもう現時点である程度名を上げてる人たちっていうのがおおよそやっていくと思うんだけど、じゃあ
そうじゃない、これからじゃあそういうお仕事を目指していこうとするのか、それとももっと別なところでその音楽家として価値を提供してきちっと認められる人物になっていくのか、全然戦略が違うと思ってて、あのこれからのこれから頑張るミュージシャンはここを目指して絶対いけないって思ってるんですよ。でこれはあの言うたらもうただのレッドオーシャンだし、レッドオーシャンっていうかもう本当ね、もうなんて言うんだろう、なんかここを目指そうとすることって言うたらこれからの時代に合わないと思うんですよね。でどういうふうに考えていったらいいかというと、まあ、B2C みたいな話になったけど、もっと言うと最近は C2C って呼ばれているんですが、これはそのカスタマーとカスタマーという意味の C2C ではなくて、コミュニティとコミュニティというふうに言われているんですね。要は自分のコミュニティっていうものを持った人たちがすごくやっぱこの先活躍していくことになると思うし、やっぱオンラインサロンっていうのがね、もっともっと当たり前になっていくと思うから、あのなんて言うんだろう、音楽を提供することによってお仕事をしているのではなくて、自分が奏でる音楽、その奏でてる自分っていうものが一つの、ブランドになっていって、その人に対して例えば純平君だったり、純平君がたくさんのファンを作って、で、純平さんにあの会いたいとか、純平さんと話したいとか、純平さんと遊びたいとか、純平さんにあの何かこうベースの演奏を生で聴かせてほしいとか、あの言ったら飲みたいとか、なんかそういったふうに思ってくれる人たちがコミュニティとしてどん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 こうたくさん集まってくるわけですよね。でそういったところが一つのキャッシュポイントになっていくと思うし、逆にファン化ができていたら、なんの例えば今チップとかね、新しいサービスが始まってますけど、ああいったところでそのキャッシュポイントを作ることもできると思うし、場合によってはブログとかノートとかを収益化することもできると思うし、たくさんのあらゆるところであのキャッシュポイントがあるわけですよね。言ったらそのライブやったってファンがいっぱいいたらめっちゃ来てくれますよ。だし CD 出したって売れるしね、クラウドファンディングやったらみんな支援してくれると思うし、でだからお金の流れっていうことが、要はそのクライアントから仕事を受けてっていうよりも、その純平君だったら純平君をまま応援してくれる人たちと直接とのやり取りっていうことが中心になってくるから、そのカスタマー、まあ B2C 的って言ったらいいのかなっていう感じがするのと、あともう一つ言うならば、今まで音楽ってあの権利収入って言ったら印税しかなかったんですよね。なんだけど、それがめちゃめちゃ多様化してきているので、もうそもそも、印税というシステムっていうのが、かなりね、そのコントロールしにくい要素がめちゃめちゃいっぱいあった。その売れないと入らないとかっていうことがいっぱいあったんだけど、例えばサロン運営だったりとか、チップだったりとか、ノートだったりとか、あれとかね、そのクラファンとかなんとかっていっぱいこの先考えうるキャッシュポイントっていうのは全て自分でコントロールしうる、ファンさえたくさん、ね、そうしていたら、それができていたらいくらでも自分で稼ぎを増やそうと思えばできる権利収入なんですよ。なのでそういったものが中心の働き方になっていくというふうに思っています。結局だからプレイヤーにしてもクリエイターにしても権利収入がなかったら働かないとお金入らんでしょう。でも働けない時って絶対出てくるんですよね。あるいは働けてたとしても、その働ける限界の時間っていうのがあるわけであって、それが収入のストップになるんですよ。いくら高く売ってたとしても、どんなに頑張って血へと吐くぐらいまで頑張っても、多分クリエイターとかだったら5000万とかの限度なんじゃないかな、よほど高い人でもね、だから今までその音楽家の権利収入っていうのは印税っていう形ではそれをもっと主体的に自分で作っていく、もうジャスラックとかそういったところに任せる、管理を委託することによって分配してもらうとかではなくて、自分でちゃんとその永続的なその権利収入っていうのが発生する、仕組みをちゃんと作っていけるってことがまた一つの、まあ、ミュージシャン 2.0 的な働き方のことかなと思ってますね、あと多分そもそも、さっきね、純平君の技術提供に対するお金っていうのが、まあ、今までのメインだったと思うんだけど、
お金が発生するところがさ、その提供型じゃなくなってきてるんだよね。うんうん、そうね、うん、あのなんで技術提供してお金もらえるかというと、その技術を欲しがってる人がいて、まあ、技術じゃないにしろ、例えば何かを欲しがってる人がいて、あのこれこれしてくださいっていうオーダーに対して、あ、じゃあしてあげますよっていうところにお金が発生してたわけだ。その して欲しい人と、してそれができる人で、して欲しい人ができる人にお金を払うっていう流れだったんだね。それは基本的な流れだったんだけど、俺の感覚ではなんかそういう流れが変わってきていて、あのして欲しいところにお金を払わなくなってきたんだね、みんなが。違うんだよね、あのね、だから提供型に対応して言うんであれば参加型になってきてる、うん、だからさせてくれるところにお金を払うんだよ、うんうん、私これやりたいんです、させてください、うん、お金払うんでっていう人が増えてる気がする、うんうん、で実際それは俺がそういう立場になって、そのユーザーの立場になってるから分かるんだけど、なんか例えばすごい、まあ、自分の知り合いのね人がなんかいろいろ活動してると、でその人は何もこうなんか俺に何もしてくれない、でもただ応援したいのね、その人、うん、っていうだけでもうなんかクラウドファンディング、もう課金とか、うん、あの月々のなんかノートっていうね、最近のアプリなんだけど、ノート課金とか俺やってんのよ、うん、何にもリターンはないの、リターンって今までのモデルでいうリターンはないの、してくれるっていうことは何もしてくれないわ、でもなんかそこに俺が参加している、その彼の活動を応援できているっていうところにお金を払いたいっていうね、なんかそういう気持ちがすごいわかる、うん、すげえそれわかるね、うん、スポンサーのあり方がめちゃめちゃ変わってるよね。ああ、そうかもね、うん、スポンサーって昔自分を宣伝してもらうためにお金払ってたけど、 CM、テレビ CM とかそうじゃない、うんうんうん、じゃなくてもう本当に応援したいっていうだけでスポンサーになる人いっぱい出てきてますね、うんうん、僕、稲沼俊君のくだらない企画によくスポンサーになりますけど、うん、あれもただ別にリターン期待してないからね、うんうん、応援したいだけ。そうだから、それがさっき言ったそのスキルに頼らなくてもいいにつながってくるんだけど、うん、なんかスキルがあるとどうしてもしてほしいに なりがちなんだよね、うん、なんとかしてください、私のためにこれこれしてくださいになるんだけど、なんか例えばじゃあ淳平君がさ、すごい極端な話だよ、なんか何かあのじゃあベースね、あのまだまだ弾けないとするじゃん、そしたらさ、いや何でもなんかこいつベース弾けなくてもしょうがねえな、応援してあげよっかみたいな感じでボンってお金払うみたいな、うん、極端な話そういうことになってくるわけよ、うん、なんか、うん、できないのが逆に可愛いみたいな、うん、それが全然今までだったらそんなありえなかったのが、そういうのがいける時代になってきたんじゃないかなって気がする、うんうん、本当そうだよね、だから逆に悔しいけどね、うんうんうん、真面目に技術をこう磨き上げてきた身としてはまあ、ね、うん、もうちょっとメタ的な話をすると、うん、そのお金の動きとか流れに敏感になるっていうのがミュージシャン 2.0 の結構条件かもしれない、うんうん、今までのミュージシャンって多分ね、お金の流れに疎すぎると思うんだよね、うん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 、本当にそれこそ技術提供してお金もらいます、ありがとうございましたっつって次の現場に行くみたいな、そういうのがまあそれが良かった時代だからそれでいいんだけど、でも今それがもう通用しない時代だと思うから、ちゃんとお金の流れを自分でリサーチして意識して、まあリサーチって自分一人じゃなくてね、こういうふうにディスカッションしたりとかいろいろ情報を集めて、で自分で考えて、じゃあどうやったらお金稼げるんだろう、今までの枠組みにとらわれずにできるんだろうっていうね、自分の力で切り開いていくことっていうのが 2.0 なんじゃないかな、うんうん、まさしくそうですね、うんうん、ね、すげえ、まあこれライブ配信ですげえ逆にこう極端な、これちょっと誤解を与えるかもしれないけども、うん、あのね、僕の中ではあの不労所得作らないとダメだと思ってるんですよ、うん、あの不労所得っていうのは要は実働とは関係のない収益ですよね、うん、今自分がいくら働いたか、何曲作ったから、何曲弾いたからいくらとかではなくて、あの自分が弾いてようが弾いてまいが、作ってようが作ってまいが、継続的に入ってくるお金っていうのをいかに作るかってことも、これからの、まあよりね、その具体的なミュージシャン 2.0 的な働き方重要になってきて、で、あの要は音楽って別に
アレクサは音楽かけてって言ったらかけてくれるんですよ。多分かけてくれると思う。アマゾンミュージックよりおすすめのプレイリスト、秋のお散歩ポップスを再生しよう。秋のお散歩ポップス。なんて聞いては聞いてんだ。ね。BGM ね、BGM かけとく。いやいや、止める。これライブ配信でかけたらダメ。あ、そうだね。だったら別にタダで聴けるじゃないですか。で、音楽もっとどん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 タダになっていくんだよね。あるいは定額制、っていうものになってきて、音楽自体にお金を払わなくなっていくんですよ。で、ぶっちゃけた話を言うと、僕プロじゃないですか。音楽のプロとしてもう長年やってますけど、音楽にいくら使ってるかって言ったら毎月の Apple Music ぐらいじゃない多分。あとはまあ時たま本当に気に入ったサントラを買うとかぐらいしか使ってなくて、それぐらいプロですらお金を使わないのが当たり前になってきてるわけで、このご時世 CD 売ろうって言ったって厳しいのは当たり前ですよね。一番売れるのがね、ライブ会場の手売りだね。あれはあの音楽としての価値じゃないから、あれはあのお土産っていう、そのこのライブに行きましたっていう思い出を持って帰るという、あの意味付けの、CD だから、音楽としての価値ではない、あれが売れるのは。サムライミュージアムだってそうだったじゃない、無料配布したの知ってます？サムライミュージアムって僕ら、もう大層お金をかけて壮大な音楽を作ったんですよ。でそれを全部無料でばらまいて、でめちゃめちゃこうたくさんの人がダウンロードしてくれたんだけど、その無料でばらまいたその音楽と全く同じものを試しにダウンロードしてくれた人に CD にして売ってみたんですよ。そしたら聴けるもの全く一緒なのに10人に1人がお金出して買ってくれるんですよね。これってすごいことで、だからそれはみんな音楽にお金払ってないんですよね。だってタダでも聴けるんだから。だけど、ね、それをなんでお金払ってくれたかっていうと、応援したいからお金払ってくれるわけじゃないですか。だからもう音楽の意味合いがどん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 変わってきてるんですよね。だから僕常日頃ブログとかではよくね、音楽なんてタダでいいっていうふうに言ってますけど、そういうような形でどん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 キャッシュポイントが変わってくるから、もう CM だと思ってやればいいんだよ。そうだね。じゃあ同人即売会なんてすごくいいなと思うの、あれ本当に CD 買ってくれるじゃないですか。でもあれを収益商品にしようとしちゃいけないですよね。収益商品でそこで売り上げ上げていこうっていうふうに考えるんじゃなくて、それを一つの集客商品、にしてあげて、そこでどん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 ファンを作っていったらいいんですよ。でその裏にキャッシュポイントを作っていくだから CD 自体はもっと安く売っても構わないと思うし、本来なら別にタダでもいいわけだけど、同人即売会だったらお金出して買ってくれるわけだから、ね、そういうやり方だっていくらでも出てくると思うんですよね。だから、そういう感じになってくるのかな、お金の流れ的にはね、いくらでも考えようはあると思いますよ。